皆さんこんにちは、プロゴルファーの小野寺誠です。今回はグリップの太さ、重さ、柔らかさ、そして形状と様々なグリップをテストしてみたいと思います。次に重さです。軽いタイプのグリップはですね、クラブを3つに分けます。クラブのヘッドとシャフトとグリップと3つに分けるとですね、こちら側の手元側、グリップ側の方が軽くなるとクラブを重く感じやすくなります。逆に重いグリップはですね、クラブのヘッドが軽く感じるようになるので、スイングした時のバランスもクラブを軽く感じやすくなります。タオルを巻いて太くしたグリップと細めのグリップ、グリップの太さがスイングにどんな影響を与えるのか比べてみた。映像を重ねてみる。するとテイクバックで早くも違いが現れた。タオルを巻いた太いグリップはリストを使いづらいためか、コックの角度が浅い。そしてヘッドが遅れたままトップまで上がる。しかし切り返し後、ダウンスイングではどちらもほぼ同じ軌道、同じスピードで降りてくる。ラバー、コード、バックライン、素材やカラーだけでなく、太さ、重さなどグリップには一つ一つに個性がある。一体ゴルファーはどういうグリップを選べばよいのか。今回はプロゴルファーの中でも一二を争うギアオタク、小野寺誠が本誌初登場。定番のものから最新のものまでグリップ13本を押し出し、それぞれの特徴を明らかにする。クラブと手が触れ合う唯一のポイント、最新グリップメカニック。